ね、田中安全プロレス総帥田中守ですよ。はい、今日はですね、久々にねプロレスの話をしますよ。実はこの YouTube 放送はですね、田中安全プロレス大放送は割と始めたばっかりの頃はプロレスの話結構してたんですよね。週刊、田中安全プロレスということで、なんか週に1回ぐらいはね、プロレスの話題でやってたんですけど、なんかあまりにもですね、再生回数が少ないというか反響が全くないというか、なんかね、そんなこんなでですね、いつの間にかね、やめてしまっていたんですよ。でもね、今回はですね、久々にですね、4月23日にね、FUCK にね、参戦させていただきますので、ね、それを機に、またプロレスの話題をね、いろいろ話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、6月の27日の日にですね、Facebook で発表がリリースされていた、内容を発表させていただきたいと思います、ね。FUCK のオーナーの白鳥翼さんの Facebook から引用させていただきますけど、Now playing FUCK、ね、ということで、2020年7月23日に、ね、確か祝日かなんかですよね、に開催の予定です。時間が、正午会場、12時開始、場所が、沖縄会館というところです。大阪です。出場予定選手がですね、いろいろおられます。森谷さん、クーガー選手、ね、佐々木幹也選手、ね、ジャパンプロレス2000の森谷さんと佐々木さんが出場されます。久しぶりに会います。久しぶりに会います。ジャパンプロレス2000ですけど、先日ですね、突然なんか解散のニュースが飛び込んでまいりました。ね、なんかこうね、突然のことでね、こう驚いてるあれなんですけど、その他の出場選手がですね、塩田秀樹さん、ね、久しぶりですね。めちゃくちゃ懐かしいですよね。いつ以来ですかね、2014年の3月以来だと思います。あとね、これ一番懐かしいなと思うのがですね、ルチャマスター竹丸さんですよね。ルチャマスター竹丸さんは一度ね、2010年の1月にですね、一度引退されてですね、でその後数年前に復帰されたんですけど、復帰されてから全く会ってないと言いますかですね、2010年のルチャマスター竹丸さんの引退興行以来ですね、10年間ですね、実はお会いしてないんですよ。竹丸さんがFUCK に再び参戦された時は、まるで入れ替わるように田中塾長がですね、ちょっとね、家庭の事情とかいろいろあってですね、参戦がちょっと難しくなってしまって、そのまま月日が流れてですね、月日が流れてしまったので、竹丸さんね、めちゃくちゃ10年ぶりですよ。10年ぶりって10年ぶりにね、こうお会いできそうなので、ね、楽しみにしてます。というわけで、田中塾長が参戦するんですけど、まあ白鳥さんの Facebook では、田中塾長の目的は一体、何なんだ、その狙いはとか書いてますので、ね、
また皆様ね、よろしかったらね、ぜひFUCK の会場でね、田中塾長と握手だみたいなでお願いしますということで、一応告知の方は以上です。ね、せっかくプロレスのお話をするということでね、動画を上げさせていただいたので、まあ、そういう自分関係のね、自分が参戦する関係のお話は以上で、なんすかね、プロレスって一応私FUCK の、出させていただいてて、こうしばらく何年かもう3年ぐらいですかね、ずっとね参戦してませんでして、プロレスの興行自体もそんなには会場に足を運んで見るということもなくなってしまったんですけど、まあそれでもですね、なんかネットでね配信されてるやつ見たりとかですね、あとシュープロモバイルは今でも入ってますので、どんな興行がされているかとかですね、一応把握はしてますし、あとFacebook でですね、結構大阪のインディー系のねプロレス団体の試合の結果とか、あと大量の写真がこうね投稿されている方がおられますので、大体どういう雰囲気でされているのかなというのはですね、一応把握しているつもりです、ね、というわけでそうなんですけど、なんすかね、今回はそういうお話ではなくてですね、私もプロレスを最初ね、本腰を入れて見出したのが2004年のですね、大阪プロレスにドハマりして大阪プロレスにドハマりして、よくちょいちょい会場に足を運ぶようになってからなんですね。でそれまではもちろんね、テレビのプロレスとか結構見てたんですけど、見たり見なかったりでね、あと団体がどんな団体があってというのは、メジャー団体が ほとんど把握できてないような状態だったんですけど、ね、2004年の4月5月でしたっけ、5月の子供の日か何かで大阪プロレス初めて見に行ってですね、サタデー何でしたっけ、ホリデーパラダイスでしたっけ、ね、なんか日曜日の楽しい試合を見て、ね、なんて楽しいプロレス、楽しいプロレス団体なんだっていうことでね、もうすごく感動してですね、でそれ以来見始めたんですけど、なんとですね、その1年も経たないうちにですね、なんとなんと大阪プロレスのね選手がなんか大量に離脱するみたいなニュースがですね、週刊プロレスでババーンと特集記事に組まれてたんですよね。でもちろんその記事は驚いたんですけど、実はそのね、何ヶ月、もうちょっと2、3ヶ月前にですね、2チャンネルの大阪プロレスのスレッドがあってですね、それを私にすごくこまめに、めちゃめちゃこまめにチェックしてたんですよ。ね、というのもですね、大阪プロレスって、その、試合をね、見に行って、見に行く感覚っていうのは、大体月1だったんです。月1じゃないですね、なんか数ヶ月に1回だったんですよ。で後々に月に 1、2 度見に行くように行くほどのあれになったんですけど、やっぱ試合を見て、その間まだ感覚があるので、やっぱ情報をどっから仕入れるかというのでですね、で、かだったんですけど、私がそのね2チャンネルをよく見てたんで、そういえばプロレスのなんかこうプロレス板があって、そこで大阪プロレスのスレッドあるかなと思ってバーって見てたんですよ。でそのプロレス板ではさぞかしこんなに楽しい楽しい大阪プロレスなので、ファンのみんながね、ワイワイとね、大阪プロレスの話題できっと盛り上がってるんだとね、そう思い込んでたんですよ。ね、というのもね、私はね、平成ライダーがですね、当時2000年代始まった頃大好きで、仮面ライダーアギトがもうすごい好きだったんですよ。でやっぱり仮面ライダーアギトを見た後に、その週のアギトを見た後に、よく2チャンネルのスレッドを見に行ったり、実況いたとか見に行ってたんですよ。でやっぱりね、もうみんな仮面ライダーアギト面白いとね、面白いとか、ちょっとね、ここツッコミどころ楽しいよねとかね、基本的にですね、こう肯定的なね、内容だったんですよ。ほとんどね、
まあ、もちろんですね面白くないとかアンチの、あれとかあったんですけど、大体ほぼほぼですね8割9割方ねもう仮面ライダー秋田万歳みたいな内容だったんで、そういうのをねずっと見てきたもんですから、きっと大阪プロレスのねその柿くん掲示板のところもスレッドのところももうね、みんな大阪プロレス大好きね、大阪プロレス素晴らしい、食いしん坊仮面最高ね、今度 お菓子の組み合わせを作って持っていこうかなとかね、そういうね楽しい楽しいねスレッドだと思ってねパッと見たんですよ。でそうしたらまあまあまあびっくり仰天ですよね。これはもちろんですね大阪プロレス楽しいっていう書き込みもあるんですけど、ほとんどがですねなんかですねもう悪口なんですよまあアンチコメントばっかりなんですよね。まあねプロレスのイーターをね見ている常連というかそういうの知っておられる方でしたら、まあ、アンチの書き込みが多いっていうのはですね、まあ、当たり前のようなあれで、まあ、今でこそですね私もプロレスのイーター掲示板なんてほとんどアンチのあれで、もうこんな団体潰れてしまえとかですね、もうこんな団体終わりだとか、公式発表ではこの体育館のこの興行は超満員札止めだとかね息も入ってたけど実際写真はこれだとか言ってですね、実際の客の入っている写真をアップロードしたりとかですねもう大変なことになってますけどね、もう何もね知らなかったね、プロレスねライブ生でプロレス見始めて数ヶ月のね純粋な、ね、ピュアな不安だった私にしてはですね、もう大阪プロレスの悪口が書いてあるのがもう大ショックだったんですよ、ね、でそんな中でですねなんというかですねさらにこうショックだったのがですね、その要するにその2005年の1月ぐらいに、ね、書き込みでですね、なんかですね大阪プロレスで離脱する人がいるとかいてね、そういうなんか話題が出始めたんですよ。でなんかですね実際もう離脱した選手の名前がずら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 って書いてたんですよね、誰誰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 で、でこの何6、7人名前書いてたんですかね、この選手この6、7人の選手で共通点はなんだみたいな感じで書いてたんですよ、ね、でそっから後に続くですねスレッドの書き込みでは、まあ大阪プロレスのファンが出した、まあ、クイズ的なマニアックなクイズの謎かけかなんかでみんな真剣に答えてるんですよ。全員がマスクマンとか、でその下の書き込みで、いや全員がマスクマンで誰々選手と誰々選手はマスクマンじゃないよって書いてたり、そのさらに下で、いやマスクマンにもなったことがある選手、普段は顔出しでやってるけどマスクマンになったことがある選手、なんだわーわーってこうねこう下に行けば行くほどこうねいろいろこうね答えこんな答えかなこんな答えかなってねこうワキワキやってたんです。で私もねあそうなのかそんなのかみたいな感じで見てたんですけど、だいぶ下の方に行ったらですね、あ今度大阪プロレスを離脱する選手でしょみたいな感じの書き込みがドーンとあったんですよそれ見てですね何と思ってですね、いや思ったんですけど、いや2チャンネルはたまにこういった嘘の書き込みをして目立つ人もいるから、きっとこれは嘘だと思いたいね、本当だってくれるな、こんなの嘘だってね、ねもうね嘘だってね、ピュアなね大阪プロレスのファンのね私はですね心の中で叫んだわけですよね。で数ヶ月してですよ、週刊プロレスのね、週刊プロレスか週刊ゴングか忘れましたけど、記事を見たら、ててーん大阪プロレス大量離脱っていうところで、大量離脱する選手の写真がババババーン、大阪プロレスで何があったのかみたいなんですね記事を見て、あの2チャンネルのあの書き込みは本当のことだったんだとね誰が書き込んだんだこんなの誰が書き込んだも彼が書き込んだもこんなのどう考えても、ね、内部の人間しかわからないような情報だから、内部の人間書き込んだのか、なんて恐ろしいんだって、と同時に悲しいんだ、ね、悲しかったですよ、ね、で大阪プロレスですね、まあ要するにそのね2000何年でしたか、2005年の、ね、4月末をもって選手が大量離脱ね、結構主力選手が抜けましたあの時ね、
ねえ、そんなこんなでですね、こうピュアなプロレスファンの私はですね、悲しいと思ったのと、この先大阪プロレスを大阪プロレス見に行く、もう全く嫌になったら行かないというわけじゃないですけど、エベスさんが抜けてるのはちょっと痛いんじゃないかなとかですね、特にエベスさんが初代、もう今知り合いが言うまでこそ初代エベスさんと言われる方なんですけど、面白試合はエベスさんにてこその面白試合であって、こう食いしん坊仮面とエベスさんが2人でがいるからこそ、ね、そこに松井レフェリーが突っ込むからこそ面白いね。例えて言うなら、8時だよ全員集合が加トちゃんケンちゃんなんとかテレビに変わった時のようなね、衝撃を受けたっていうかですね、あれなんですよ、8時だよ全員集合の8時だよ全員集合におけるね、志村けんと加藤茶の面白さというのは、あれはいかりや長介というですね、強烈に突っ込む、容赦なく突っ込んで突っ込む、いかりや長介という存在、それとその志村けんと加藤茶のギャグをより引き立てるための脇役というか、引き立てるための中本浩二と高木ブー、ね、でその5人がいてこそ志村けんと加藤茶の進化が発揮されるというわけなんですよ、ね、それをですよ、志村けんと加藤茶がドリフターズのメンバーの人気ナンバーワンとナンバーツーだからといって、その2人だけを引っこ抜いて単独で番組を作っても、それではですね、もちろんですね、志村けんと加藤ちゃんの面白さはあるんですけど、それではね、8位では全員集合のクオリティは絶対に超えられないとですね、高校生の時の私はね思ったもんですよ。8位では全員集合終わって、その番組に切り替わった頃にね、私は思ってたんですよ。でそれとですね、同じような感覚に襲われてですね、やはりですね、エベスさんがいて、食いしん坊仮面がいて、みんながいるから大阪プロレスは楽しかったんだ。それがですね、やっぱ抜けてしまってですね、そのエベスさんが抜けてしまうということはですね、もうあの日曜日の楽しい6人タッグマッチのがもう崩壊してしまうとですね、思ってですね、思ったわけですよね。でまあね、こう言いながらもですね、プロレス見に行きましたよね。というわけでね、なんかこうね、あんま長々と話もですねあれなんで、また続きはですね、また今度お話しますよ。で今回は、まあ、2005年に大阪プロレスでたくさん離脱者が出て、不安は大ショックだったと、ね、私も一不安でした、ね、不安は大ショックを受けたという話でした。以上です。